ちょっとライス君、ちょっとライス君、一箇所、一箇所見して。なんかね、ライス君一箇所ちょっと怪我してるっぽいんですよね。もうなんか治りかけみたいなんですけど、ちょっと、ちょっと待ってや、これだとダメだ。大怪我なさってるんですね。ごめん。よし、はいはい。これでね。違うでしょ？そういうんじゃないでしょ？これ。どっちだっけ？こっちかな？ここ。先生。ここわかります？これ。ちょっと近いな。ピント合わない。ちょっとここ赤っぽくなってるんですけど、なんかね、怪我してるっぽいんですよね。いつやったんだろうっていうね。これあれかな、嵐にガブッとやられたのかな、もしかして。ライス君がね、結構テンション上がっちゃうと嵐にね、つきまとってしまって、で、嵐も我慢ならないとなると、ガブッチョと、まあ仕草はね、やってるのは見たんですけど会心の一撃を食らったみたいですね。ね、ライチ君ね、あんまりちょっかい出しすぎないんだよ。ん？俺だけにしときなさい、そういうの。俺だけにしときなさいね。まあ幸い怪我はもう治りかけだし、炎症を起こしてる様子もないので、まあ大丈夫じゃないかなと思いますけれどもね。いつだろうな、そんななんか大喧嘩してるのは見たことないんだけどな。どっかで多分なったんでしょうね、喧嘩に。あの2つのポチポチっていう、なんだ、赤い点があるの見ると、おそらく紙跡じゃないかなと思うの で、自分でやったのはちょっと考えにくいんで、まあ必然的にパイセンかなという感じですかね。ね。ね、やめなっちゃいよ、ライチ君。体格はもうライズの倍だもんな、倍っていうか一回り大きいもんな、嵐は。